はい、えー、それでは始めます。みなさんこんにちは、えー。どっちを選ぶプレミアムおわさいチャレンジということで、まあガイダンスですねさせていただきます、えー。担当レック専任講師林でございます。どうぞよろしくお願いします。えー、まあレジュメがあるんですけども、もしお手元にレジュメがご用意いただけるのであれば、このレジュメですね、えー。どっちを選ぶプレミアムおわさいチャレンジっていう、まあ B4 のあの二つ折りの。えー レジュメがありますので、まあお手元でご用意ご用意いただけない方はですね、画面ご覧いただければオッケーです。で、まああのよくプレミアム合格フルコースという講座とあの再チャレンジっていうまあ、えー、講座がありまして、でその二つの講座が結構似通ってるので、まあ自分はどちらを選べばいいんだろうという問い合わせが割と多いんですね。で各レックにはまあ日本全国にレックの学校ありますよね。でレックの学校に、えー、まあ お越しいただいてでレックのスタッフが対面式でねアドバイスができるような状態であればそれはそれで一番いいと思うんだけどもなかなか通信講座とかそういった形ではなかなかそのうまくね、えーまあ、個別にね個別に相談に乗れないっていうことがありますんでそんな形でちょっと動画を作っている次第でありますでちょっとめくっていただきますと2ページの方がですね まあ、プレミアム合格フルコースということで、えー、右側の3ページの方に、まあ、再チャレンジ合格フルコースというふうに、まあ、両方見比べられるようには作っておきました。で、えー、と回数をご覧いただきますと、まあ、こちらが73回ありますよね。で、こちらは <laughs> 78回ですよね。で、えー、ちょっとうんプレミアムの方が、まあ、回数が多そうに見えるんですけども、まあ、実はそんなことなくて、例えばですね、<laughs> このプレミアムの方に載ってるこういった講座っていうのはほとんどが、えー、1コマ2時間半の講座なんですよえところがこの再チャレンジの方に載ってるこの講座はほとんどの講座が3時間なんですねですから要はトータルすするとと時間がほとんど同じになりますそして金額もほとんど同じなんですよだからだから迷っちゃうんですよねでまあそれをちょっとねあのどんなふうに考えたらいいかってことをお話ししたいんですけども <laughs> まずですねまずその前の前提として一番初めの表紙にちょっとあるんですけどもこことても大事なことなのでぜひ強調しておきたいんですが2020年の本試験って民法改正がありましてで改正後の民法に対応すするる必要があるんですねなので、まあ、改正点がとても大きいので、まあ、旧民法要は2019年の本試験 は旧民法でしたから、2019年に向けて、えー、頑張ってきた皆さんが、えー、旧民法で勉強しているわけですね。で、それが、えー、2020年にまあなかなかそのまま使いにくいっていうかだいぶ変わるんですね。なので、えー、旧民法を勉強した経験がある方もここ大事なんですけども、初めて民法を勉強するつもりで。 えー、基礎的なインプット講座を受講するのがまあ、合理的な学習だと考えられますこれね <laughs> 考え方が2つありましてでどちらが正しいかどうかはまあ、それは議論があるところなんだけども変わっているところね去年と今年と変わっているところを見比べて理解するという方がいいんじゃないかという考え方もあります,で,す、ね、でもですねそれはまあ、えー、例えば司法書士試験とかね あるいは弁護士になる司法試験とか。え、そういった形で旧民法をもう。本当にガチガチに勉強してる人。もう民,民法は、もう何年も勉強してます。という人だと。旧民法がもう身に染み付いちゃってるんですよね。そうすると。新しい民法は。結局どこがどう変わるんだっていうのがわからないと。なかなか納得しづらいところがあると思うんですよ。ところが。宅建試験って。そんな何年もね。 朝から晩まで1日10時間とかねもうずっと勉強していいししいう人はいないはずななずんですよねそんなことしなくても十分受かりますんでだからまあ旧民法で一通り勉強したことがあるんだけどもっていう人がやっぱ多いと思うんですよ。でそういう人はまあ我々のおすすめはですねもうゼロにリセットしちゃって新しい民法を初めて勉強するつもりで勉強しちゃってほしいんですね。 で、そうすることによって、まあ、新しい民法を基礎、あのベースにして勉強するじゃないですか。そういうふうにしていくうちに、旧民法は自然に忘れていきますんで、だから、あまり旧民法と新民法の違いを意識するということは、かえって時間のロ労だと思うんですよね。で、まあ、そうしなければ、自分は納得できないという人もいるかもしれませんよ。で、ね、ただ、それはちょっと、うん、回り道な気はします。やっぱり合理的にね。 なるべく少ない勉強時間でなるべくで要領よく受かった方がやっぱりいいわけですからでわざわざ予備校を通ってお金払って貴重な時間を費やしてで勉強するんであれば極力よよくいきたいんですよねなので、まあ、合理的な勉強をするためには初めて勉強するつもりで基礎的なインプット講義をね、えー、受講されるのがやっぱり一番合理的なんですね。でそのため、まあ、受験経験がある方もない方もですね で通信クラスを受講検討されている方もあるいは通学クラスを検討されている方も皆同じでですねこの基礎的なインプット講座を受けていただきたいと思ってまして、まあ、それがスーパー合格講座という、まあ、講座なんですね。<laughs> いやスーパーパ講座を受けたことがあるよっていう方もですねこれやっぱりですねもう基礎的な部分から民法を 上書きしちゃう頭の中にある旧民法を新しい民法で上書きしちゃう方が断然いいと思いますんでぜひですねあのどんな方でもこのスーパー合格講座から受講してほしいと、まあ、これはすごく、えー、お願いしたいところですなのでどちらもこのプレミアム合格フルコースの方もね、まあ、スーパー合格講座当然これが一番ベースになりますんでもちろん入ってますしそれから 再チャレンジの方も、再チャレンジプラススーパー合格講座を受講していただいて、もちろん、スーパー合格講座入ってますんで、ですからですね、基本的には、再チャレンジを受講される方も、スーパー合格講座を受けてほしいというふうに思ってます。ぜひ、そこはお願いします。あの、なんていうのかな、えー、と講座のせ中身がわからないと、ちょっといまいちピンとこないのかもしれませんけども、プレミアム合格フルコースの初めの方のね、初めの方の講座の構成を見ますと、 スーパー合格講座が終わったあたりからマスター演習講座って始まるんですねで、このマスター演習講座っていうのはスーパー合格講座の要はまあ復習講座みたいなものなんですよスーパー合格講座を、えー、一通り終わった方が今度は問題演習まあ要は演習ですよね演習講座を受けてでスーパー合格講座の基礎的な知識をもう一回確認してでしっかり復習していきましょう っていう講座なんですねなのでまあ、こんな感じですスーパー合格講座があってですねで、えー、これスーパー合格講座っていうのはインプット講座ですからなので知識を入力するインプットをする講座ですねそしてまあ、えー、そこから問題演習をやっていただきます問題演習はそんなに多くないですだからまあ比較的ご自宅で復習をするときにアウトプット のねえーまあ、過去問演習とかそういったことをやっていただくのがこのスーパー合格講座です。でマスター演習講座はこのスーパー合格講座の、まあ、復習の講座なので今度はアウトプットから入るんですね。アウトプット講座アウウトトトトププッッ講座要は問題演習ね問題演習をしてからスーパー合格講座の復習をするというちょっと逆方向の講座になります。よろししいでしょうか でえー、片谷3ページの方の <coughs> 再チャレンジの方なんですけどもスーパー合格講座があってでそれが終わった頃にこのハイレベル合格講座が始まりまりすでこのハイレベル合格講座っていうのも要するにスーパー合格講座の、うん、復習講座なんですよだからスーパー合格講座の知識があることが前提にハイレベルが始まるんですね。ということは。 このスーパーパ合格講座を受けないでいきなりハイレベル合格講座から受講してしまいますといきなり復習講座から入っちゃうんですよね。でいきなり復習講座から入ってもちゃんと勉強したことがある人であれば本当はいいんですよね。だって基礎的な知識はもうあるわけだから。でも2020年だけは例外なんですよ。2020年の民法は、えー、2019年の民法とは違うんですね。 だから過去に勉強したことがあるからといって、あの基礎的な講座は、えー、省略しちゃっていいやってことにならないんですね。2020年だけは特別です。だからだからやっぱりですね。これが大事なんですね。スーパー合格講座が大事です。で、ハイレベル合格講座は、えー、復習講座になりますで、ちょっと違う。このプレミアムのと、えー、ハイレベル、このあの再チャレンジのちょっと違うところはですね。 少しここに工夫が見られるんですねスーパー合格講座が終わった方がこのハイレベル合格講座は、まあ、復習講座ですから、えー、要はやっぱり問題演習からインプットのこの矢印方向なんだけどもこっち方向もあるんですよ。つまりアウトプットとインプットを行ったり来たりするようにしてるんですねハイレベル合格講座は。そこが少し違うんですねこのマスター演習講座と少し違います。 でまあどうしてそういうあの講座を作ったかっていうことなんですけどもこのプレミアム合格フルコースっていうのはもう何十年も前からずっと体系が守られてきてましてでもう効果が実証済みなんですねいろいろ試行錯誤をしながら受講生さんはどうすれば え合理的に受かるんだろうかってことをもう何十何十年もかけてえずっと研究してきた講座なんですよ。だからプレミアム合格フルコースっていうのはもう完成された講座なんですね。で、ところがですね、それで全員の方が受かるかというと受からない人もいるわけですね。当然ですよね。え合格率15%のまあ卓見試験ですね。まあ2019年は合格率が17%までちょっと跳ね上がりましたけども。 でもまあそれはね、えー、1, 点1点の差で結構何千人もいたりしますんでですからまあ合格者を3万人を切りたくないっていうことなのかな。なのでまあきっと35点の合格点を選ばざるを得なかったってところがあるのかもわからないんだけど、まあ、いずれにしましてもね プレミアム合格フルコースは割とそのベーシックなどなたでも合う講座を作ってきたんですね。でそれで全員が受かるわけじゃなくてやっぱり受からない方がいらっしゃるわけですよ。その受からない方はどういうことが原因なのかっていうのは人それぞれ全部違うんですよね。でまあもともとの出発点はこういう分け方をしてます。ちょっと範囲を考えるということで。なぜ2019年に 合格点が得点できなかったのかっていうと大きく分けるとまあ2つあるんじゃないかってことなんですよ。で要するに勉強時間が、まあ、試験直前期とかね忙しくてどうしても勉強できなかったとかね要はまあ努力は足りなかったです、ね。いやもうちょっとで、ね、もうちょっと勉強ちゃんとすればね受かったんだけども、まあ、自分はどうしてもそこまで、えー、うまくで時間が 確保できなかったとかねまあいろんなことありますよね、まあ、そういった事情で、えー、2019年は得点できなかったっていう人がまあ9割以上でしょうねそれはみんな普通こんな感じですだって人間の能力でそんなに差はないですよ普通はねだからちゃんと勉強時間確保してでしっかり勉強すれば、まあ、普通は受かるわけですよね だけども何らかの事情があってまあ、体調を崩したりとかあるいはね仕事が忙しくても全然勉強どころじゃなかったよとかねまあいろいろあると思うんですよでそういうことで勉強がうまくいかなかったから失敗してしまったっていう人がまあ9割以上ですよねなのでそういう方はですねやっぱりプレミアム合格フルコースが完成されてますんでまあ、こちらの方を普通に受けていただければ普通に受かると思いますただもちろん去年と同じではダメですよね。 やっぱり去年とかまあ2019年ね、2019年と同じではダメで、え2020年はちゃんと勉強時間を確保してしっかりやってほしいと思うわけですね。ところが本当にまあ1割はいないんですけども、ちゃんとやってるよっていう人がいるんですよ。ね、もう勉強時間講師が言われた講師がねこのぐらい勉強してくれって言われたことはちゃんとやってると自分は。 だけども自分の努力がなぜか結果に結びつかないんだよっていう人がやっぱり人数はすごく少ないですよ。すごく少ないいいけどもそういう方は必ずいらっししゃるんですねでどうしてなんだろうっていうところを突き詰めた結果口座を別の形にして、えー、やった方がいいんじゃないか別の口座を作った方がいいんじゃないか ということで作った講座がこの再チャレンジっていう講座なんですね。で、うん、まあ、違うところっていうのは、まあ、このあたりなんですよね。主にこのあたりですね。このあたりで、えー、演習を多く作ったんですね。演習を多くして、で問題と要はアウトプット、演習講座、演習とあとはインプットをなるべく行ったり来たりしましょうってことですね。えそれが苦手な方が割と多い。 ってことこかったんですねなのでそれをうまくできるようにっていうことでちょっと講座のラインナップを変えてみたということになります。まあ、ただですね再チャレンジって2016年、えー、から、まあ、スタートしましてで5年目なんですね。でまだまだ5年なのでやっぱり10年ぐらいやってみるとね まあ講座は大体いい完成すると思うんだけどもまだ5年目なのでちょっとやっぱり講師も試行錯誤しているところがあります、まあ、僕もそうですねだから熟講生さん個別に、まあ、僕は生講義とか通信クラスでこの再チャレンジの講座も担当してるんだけども熟、まあ、講生さんの顔色とかを見ながらねあるいは通信だったらメールで質問ができますんで,でメールで来る質問とかをよく見ながら えー、あこ,ういうこういうところで悩んでるんだったらこういうふうに説明してあげようかなとかですね、まあ、ちょっと試行錯誤しながら、えー、講座を進めているところがあります。なので原則的にはこちらですね原則的には、まあ、普通はプレミアム合格フルコースを選んどけば普通は間違いがありません。えー、ただ自、まあえー、自分は、ね、自分ははね プレミアム合格フルコースとか、まあ、受けたことがあるしできればちょっとこうラインナップの違う講座を受けてみたいとかね、まあ、そういったことがあれば、まあ、再チャレンジを選択してもいいと思いますで大雑把にこういうコンセプトで作った講座ではあるんですが、まあ、結局こういう人ってめったにいないんですよねほとんどいません、えー、いないですね非常に少ないです中にはいますけども非常に少ないです なので、まあ、そういう人だけだとすると、まあ、受講生さんが全然いないんですよね。なのでまああとはねプレミアム合格フルコースとかこういった講座を受けたことがあるんだけどもちょっと違った講座を受けてみたい去年と同じラインナップの講座を受けるよりは、まあ、今年はちょっと変えてみたいとかね、まあ、そういった方も再チャレンジ OK です。でちょっとフローチャートを作っときました。 えー、通信クラスをそもそも検討されている方と通学クラスを検討されている方でちょっと違いがあります。で何が違うかと言いますと通学クラスって、えー、<laughs> 渋谷と梅田と名古屋でしかないんですよ通学はね。なのでそもそも通学クラスが少ないので。 えー、通学クラスの方はなかなか選びにくいところがあるかもしれませんなのでまあプレミアム合格フルコースとか、まあ、パーフェクトでもいいんだけどねパーフェクト合格フルコースとかを過去に受講したことがある方であればね、まあ、渋谷とか梅田とか名古屋のちょうどいい具合にスケジュールが合えば、えーまあ、こちらの方に来ていただいてイエスの方は再チャレンジ。 がいいいんんじゃないかと思うんですよでもそもそもここに通えなければえそもそもうん再チャレンジっていう講座自体は通学ではクラスが少ないんですね。なので通常通りプレミアムの方を受講していただければいいんじゃないかと思います。でそれから過去にこういった講座を受講されたことがないのであればもうこれプレミアム一択でお願いします。これがやっぱり一番ベーシックで、えー、過去にね このレックのきちょうどき機関講座っていうのかなもうちょうど中心になる講座なので、まあ、こういった講座をまだ受講したことがないのであればもうこれ一択でお願いします通信の場合はそのねどこの日本全国どこの方でもねえ基本的には通信は受けられるわけだからだからえ通学クラスのように ここに通えますかっていうことを気にする必要がないですよね。ということは結局のところ、えー、プレミアムとかパーフェクトとかを受講したことがあるかないかで考えてみてください。で、えー、ある、ある方ね、えー、ある方は、まあ、講座ラインナップを変えてみてもいいんじゃないでしょうか。えー、その方がね、ちょっと、 うんまあ、フレッシュな気持ちになるかもしれませんしあとはですねあの演習が多いんですよ再チャレンジの方がね。なので演習がちょっとボリュームが多いので、うん、そういった面でも少し違ってくるところがあると思うんですよね。え問題演習をいいっっぱこここななすってととは結構大事なことですからねでこの通信の,通信の再チャレンジは、まあ、私が担当してるんですね。えなので まあ、ぜひですね無料で、えー、再チャレンジの講座をね無料で通信は受けられる、まあ、通学も受けられるんだけどあの通信もね、えー、無料受講できますんで1回目は受けられますんで、まあ、ぜひこんな感じの講座をやってるんだなっていうことを把握した上ででそれから申し込んでくださいその方がねあの分かりやすいと思いますんで、まあ、ぜひお願いします。はいでですね4ページをちらっと と開けけられれますすででしょううか、えー、学習スケジュールを立て,てくれというわ,けいうわけですね、えー、特にこの過去に受験経験がある学習経験がある方はちょっと注意していただきたいことがあるんだけど、えー、自分はそこそこ勉強したことがあるから2020年はね2020年はまあ去年よりは少し勉強時間を減らしても大丈夫だという感覚はなるべく持たないでください。 あの確かにそうだと思うんですよ僕も。だって勉強したことがあるわけだからだから全くゼロから勉強するわけじゃないわけですからそれは過去の勉強の少しは蓄積があるわけですからねだから確かに2019年よりは2020年の方が勉強時間は本当は少なくていいんだろうとは僕も思うんですでもそれをあえて思わないようにしてほしいんですね。で受験経験がある方も合格を確実にするために、まあ、300時間以上 300時間っていうのは一応はね、えー、根拠がある数字ではあるんですけどもまあ大体合格者のアンケートでどのぐらいの勉強時間を確保しましたかっていうアンケートをするとですね、まあ、返ってきた答えが割とこういうこのぐらいの時間の返答される方が多いんでですすねだからまあ一応根拠はあると思いますでも,でもですね。 少なくとも僕の僕が担当している、えー、通学クラスの受講生さんを、まあ、ずっと、まあ、僕は講師経験長いですからねうもうずっと講師やってますんでもう1718年やってんのかな、えー、ずっと見ていきますとね、えー、感覚的にはもっと勉強してます合格した方は。だいたいですねだいたい 通学クラスが全部受講すると200時間ぐららいなんでですすよどちらも同じですこのプレミアム合格フルコースも再チャレンジ合格フルコースも大体いい全部講座を出席するとトータルで200時間ぐらいの勉強時間になるんですね。で僕らは3時間の講義を受講したら3時間の復習をしてくれと。 同じ,同じ講義時間と同じぐらいの復習をしてほしいっていつも言ってるんですよ。だから我々講師の言うことを素直に聞いてくださる方はちゃんとやってくれてます。だから200時間の講義を受けてでご自宅で200時間の復習をする。そうすると合計400時間になります。こののぐぐららいいいいははやっっててる方が多ととと思まますすなので時、まあ、時間間か言ってますけども意外と400時間ぐらいは 皆さん勉強ししていらっしゃるという感覚を我々は持ってます。まあ、今言った話ではわかると思いますけれども勉強時間っていうのは、えー、予備校で通って勉強する時間とかあるいは予備校の通信講座を受講する時間ももちろん含めていいんですよ。それを含めて300時間とか予約時間の勉強時間で、えー、受かる人が多いんじゃないかというふうに考えています。そそれと同じよううに、去年そうした方であっても、 今年再チャレンジする方はやっぱりこのぐらいの時間を割り込まないようにしてほしいんですね2年目のジンクスってありまして結構ギリギリまでね、えー、例えば2019年であれば34点あと1点だったんだっていう惜しい人がその次の年にねまた1点2点足りなくて落ちるケースが結構あるんですよ。そそれは力を抜いいちゃゃゃうううんんじじななかと思うんですよねそうじゃなくて 同じぐらいい勉強時間を費やししてほしいですちゃんとねなので、まあ、できればこのぐらい僕はおすすめ、えー、したいです。で <laughs> しっかりと勉強時間をとってほしいというわけですね。で仮に300時間の勉強時間を確保するためにどうすればいいかと言いますと例えばですねこんな図を作っておきました。1日1時間勉強しますで,す、ね、で300時間勉強すると結局300日必要なんですよ。 とということは、卓球試験本試験から遡って、ね、1日1時間で300時間をクリアするためにはもう年が明けたらすぐに勉強を始めませんとそもそも300時時間間の勉強時間すら確保できないんですね。でこれってじゃあ400時間になっ,たなってきたら結局もっと勉強時間が必要なんですよね。でそんなにやんなきゃいけないのかって言って、まあ、がっかりされても困るんですけどもこれ結局ね あの中途半端な勉強をしてで本試験失敗しちゃったらまたまた次の年に勉強する必要があるんですよね。と結局それがが一番無駄なんです,ですよ時間がねだから大変かもわからないけどもとにかく2020年で決着をつけるんだっていう気持ちになっていただいてでそこでまあそこまで勉強しなくてもいいんじゃないかっていうぐらいしっかり勉強していただいて。 で確実に落ちないようにするですね。受かるんじゃなくて落ちない勉強ですね。をするためにはやっぱり400時間ぐらいねきっちり勉強する方がいいと思います。なのでまあ一日に2時間とかね頑張って勉強していただいてたまには残業がいそ残業があったから勉強できない日もあるでしょうからね。あとはまあ風邪ひいちゃったりとか体調が悪かったりとかあるいは 家族と旅行に行ったりとかで勉強できない日ってのはどうしてもあるわけですから、まあ、そういった日にちを除外して勉強できる日は2時間勉強するということをもう年を明けてからそういったペースで勉強した方がやっぱり合格は確実になるとと思いい。ます、あね。ぜひちょっっ頑張ってください学習を継続しないとどうしてもやっぱり受からないです。やっぱりね、え 気が向いた時だけ勉強しますとかね。まあ日曜日だけ、え、五時間勉強しますとかね。まあ、そういったことをするよりは、よっぽど一日三十分でもいいから。勉強を継続して、い午後が断然力がつきます。いいですか。で、これって、結構つらいんですよね。地味でつらい作業なんですよ。だって、同じ問題を何度も何度も繰り返す必要がありますから。これ、なんていうのかな、もう砂を噛むような。 え、苦しい勉強を、やっぱ頑張らなきゃいけないんですよね。なので、やっぱりですね、その。強い意志がないと。乗り越えられないんですよね。で、その時に。お住まいとか勤務先の近くの。まあ、レッグみたいなね。これ、学校とか予備校に通うってことは、すごく。モチベーションの維持には。役に立つんですね。え、だって。なんていうのかな。うんと。 もう仕事が終わったらもうレックに行くんだっていうふうにもうスケジュールを固めちゃうんですね。えそうするとねそうすると、まあ、とりあえず眠かろうが疲れていようがとりあえず行くと。で行けばえ講師が一生懸命喋ってますんでまあとりあえずえ講師の前で居眠りしてたらなんかちょっとね悪いじゃないですか一生懸命頑張って喋ってるのにね。でまあ、一応頑張って聞きますよね。で頑張ってて聞いてるととだだだだん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 と 周りがみんな一生懸命勉強してますからだから割となんかモチベーション維持しやすすいんですねそうするとそういった通学クラスの、えーもねえー、に通えない方っていうのは通信事項の方ですね、まあ、こういう方はもうあとは自分でそれを、うん、取り入れるっていうのかな自分でとにかくあたかも通学しているようにね毎週何曜日と何曜日の何時から何時までは もう DVD を見るんだっていうふうにもう時間をブロックしちゃってそのその場面では通学クラスで通っているような気持ちで、えー、受けるというふうにもう決めちゃうんですね必ず必ずこの日はビデオを見るって決めますそれをもう手帳に書いたってもうスケジュールとしてあらかじめ抑えちゃいますでそういうことをしませんともうズル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 となっちゃうんですよねなんか、うん、今日は疲れたから えー、明日にしようかなかなとですねえ,ー、ねえいつでも通,通信はいつでも見れますから、えー、結局いつでも見れるといつまでも見ないになっちゃうと、まあ、結局またズルズルいっちゃってね、えー、また失敗しちゃうとかになったら目も当てらんないじゃないですかだからそこはねちょっと強い意志を持っていただいてでもう必ず必ず2020年はもう決着をつけると。 ね、でも2020年しかもう今年しか竹を受けないとかね <laughs>、まあ、そんな感じで <laughs> 自分を追い込んでいただいてで、えー、必ず真面目にちゃんとねレックの講座をきっちりと消化していただければちゃんと受かりますからなので、まあ、あとはちょっと自分のモチベーションのコントロールを頑張っていただきたいというふうに思います。はいえー、どっちを選ぶプレレミアムアムオチャレンジということで、まあ、ガイダンスをしました、えー、それれででは皆さんお疲れ様でした。